皆さんこんにちは、ジュゴンです。ということで今回も eFootball 2022情報を紹介していきます。はい、ということで本日臨時メンテをねやっていましたが、チェルシーの選手の画像データになんか不備があったそうなので、メンテナンスでレベル上限値のカードデザインが変更されたそうです。そしてチェルシーの、クラブセレクションの選手を持っている方に、後日お詫びが来るそうなので、持っている方は多分マジピーとかかなもらえると思うんで、確認してください。引いて売っちゃった人はもらえないかな。でも保有されているってなってますもんね。引いた方じゃないですもんね。手持ちにいるっていう方ですね。はい、なのでチェルシーの選手持ってる方は残しておいてください。一応これ対象に、モバイル入ってるんですけど、クラブセレクションのね、チェルシーの選手出てませんけど、なんでメンテしたんでしょうね。はい、そしてアップデートバージョン 1.1.1 に関する案内が来ました。6月16日、今週のメンテの時にアップデート 1.1.1 が配信されるそうです。引き続きプレイいただくことへの感謝の気持ちとして、6月20日までにアップデートを行っていただいたお客様へ、抽選契約券がプレゼントされるそうです。まあ、星2か星3かね、どっちかわかんないですけど、星5とかは多分ないと思います。はい、まあ、これに関してはウィニングレブンアプリ時代にアップデートのたびにね、黒確定チケット配ってたと思うんですけど、まあ、それが今回抽選契約権になったというだけの話っぽいです。これ全デバイスにね、対象になってますので、家庭用 PC もちろんモバイル、全てもらえます。はい、受け取り箱にね、あるそうなので、チェックしてみてください。6月16日から20日までなのでだいたい4日ぐらいですね。で、この抽選契約券アップデート配信後から6月23日までに使うことが必要になるそうです。なるとすぐ使わないとダメっぽいので、まあ、使ってくださいって話です。1週間の期間しかありません。お気をつけください。はい、以上になります。ということでこちらのチャンネル eFootball 情報で、随時紹介していますので、チャンネル登録してない方はよろしくお願いします。ということで今回の動画はここまでです。ご視聴ありがとうございました。